はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト4続きをやっていきたいと思います。まあ、この穴に落ちる前にですね、とりあえず回復してきました、寝てきましたので、準備万端の状況ですね。そういや薬草補充してないわ。まあいいや、そのまま落ちましょう。よく落ちるよな。で、洞窟がありますので入りましょう。あ、馬車入りだと言っても別に結構広そうだな。え、扉からの宝箱、光のドレスか。光のドレスってさ、結構強いんだけど、魔法カンタみたいな役目があるからさ、魔法とかも跳ね返しちゃうんじゃないかな。時々受けた呪文を跳ね返したからね。デホマ跳ね返されると厄介なんだよな。防御力は確かに上がるね。で、これ最初のとこでしょ。まあ、一応装備はしないでおこう。回復魔法を跳ね返さないで敵の魔法だけ跳ね返すって言うんだったらかなり有能なんだけどな。スモールグール、これめんどくさい系の敵じゃん、分裂するやつ。回心は問題ない。で、魔法も問題ない。あー、ダメージ与えられない。回心よく出るな。えなんだみんな怒り狂っているぞ。お嬢様方どうした、落ち着け。あー、動く床か。ちょっとまあ行くだけ行ってみよう。宝箱回収したいけど、どこへ行くと回収できるか。小さなメダル、あ、小さなメダルもそろそろ王様のところに預けに行きたいけど、ん、なんだこれ、これで終わり、要はこっちじゃないってことか。バーラック、こいつはザコッション、メラミ、早くメラゾーマ覚えないかな。ちょっと薬草、アリーナを2回回復させよう。お、上にちょっと道が見えるけど、あ、そのまま続いてるか。このドラゴン系なんか息入ってきそうだからな、先に始末しておこう。ちょっとアリーナも左にしよう。メダパニかよ、しかも前に混乱したって。あ、攻撃か、危ねえ。なんだこいつ、メダパニバッタみたいな、メダパニドラゴンだな。バッタからドラゴンに進化している。そして回避率が高い。バーラックも何気にな、攻撃力たっけえしな。戦闘に躍り出た、一番先頭に来てるってことか。これどうやって並び返すの、入れ替え、1、ちょっと待って、そういうことじゃなくて、え、並び替えできない、こっから作戦って作戦だもんね。だってまあいいや、そのまま行こう。まあ、あとはザコだけだ。 OK で並び替えしよう。ミネアとマーニャ、まあいいや、順番どっちがいいんだろうね。マーニャはすげえ防御力低いイメージがあるからな。スモールグールかー、一撃で倒せる。その代わりベギラゴン、あ、ベギラゴンでも倒せるわ。回避率が高い分ヒットポイントが少ないんだね。メラゾーマー覚えたー。薬草使おう、アリーナどっちだ、下か左か。あれ、これさ、なんかループしてないか。デーモンスピリット、こっち倒そう先に。メラゾーマで1体倒す、168とかクソ強え。メラゾーマがあればね、確実に1体倒せるからね、ここら辺の敵であれば。
あ、違う、続いてないっていうかループはしてない。んー、なんだ、広いな。毒の沼地になってるけど、フェアリードラゴン先にしますよ。今のとこメダパにしか使われてないけど、終わりだ、つえ。なんか下にイカナが見えんね。毒の沼地だったら一緒、ドラマナをかけるまでもない。豪傑の腕はやったぜ。ちょっと装備しよう。今何装備した？網タイツとか。豪傑の腕はこれを装備します。力が20くらい上がったな。うおー、ブルデビル、まだ気づいていない。今のうちにフルボッコにする。これはベギラゴンで両方か。あ、確かに効率はいいね。この毒の沼地は何なんだ。デーモンスピリット4体最近ちょいちょいミスるな。おい、ちょっと待って、やばい、立ち進みまくってる。ラリホーマ、結構まずいんじゃない。しかも仲間呼んでくんのか。なんかマーニャとか命令のまんまだとまずそうだな。いや、すげえ厄介なんだけど、なんだこいつら。まだいけんな。ベホマズン使おうかなって思ったけど、もう一旦いける。よし、ここでちょっと一回回復しよう。ベホマズンっていくつ使うの？ 20 か、超安い。60くらい使うかと思ったら全然そんなことなかったわ。20だったら7回使えるじゃん。書き消されたとか、マジか。黒い霧か、そうか、そういうことですね。マーニャかな。倒すスピードと呼ばれるスピードが、立ちすくんだ、立ちすくんだはまずい。なんだこの長期戦は。ちょっと待ってね、これ命令にして道具とかダメなの？マグマの杖、これ当たるじゃん、こっちの方がいいわ。意外にさ、回避率も高くねえかこいつ。カズチの杖、いや、こいつは攻撃の方がいいな。で、マグマの杖だな、うん、効かないってことはなさそうだ。せめてさ、一体になってほしいんだけど。よし、回心。あとはミカミツが攻撃すれば倒せるはず。オッケー、6400。だいぶ長期戦だったからな。ここはめんどくさいから、え、ベホマスンが使えない、戦闘だけか。満タンにしよう。どうせベホマ唱えて終わりだからな。水の羽衣も買えるし、これはここじゃないってこと一周してきただけだよ。またデーモンスピリットか、めんどくせえな。メラゾーンはまず1匹倒そう。早めに行けるはずだ。おし、そうだ、忘れてた。何のために命令させろにしたんだ。無駄だったな。来た。これやられるとすげえ厄介だな。てかミカニックスとミネアの攻撃でさ、倒せないっていうところがいかれてんな。で、やっぱりこれはここでマグマの杖の援護攻撃が必要だ。20入れば倒せる、関係ねえし。あ、聞かないことあるわ。聞くことの方が多いけど、たまに聞かない。この雄たけびみたいなのがすげえ厄介だね。
よし、倒した。これで OK でしょ。 OK、 全然 OK じゃなかった。おとなしくマグマのせい使っとけよかった。OK、 誰も聞かない。いや、つれーわ。こいつ本当に強い。あれで結局何、どっちだ。ここ歩いて帰れってこと。ゲー大魔道とか、またわけのわかんないのが出てきたな。目立とう。今日はヨナスン一旦で肩をつけたい。98。いや、こいつ強えぞ。エフマンズとなよ。いえ、もう一回メラドーマ使う。いいや、使おう。え、ヒットポイントいくつあるの。マジで強いんだけど、呪文が届かないって。攻撃あるのみ。よし。いや、ここのさ、ダンジョン敵強えわ、ほんとに。最悪一回撤退する必要があるかもしれない。根に。あれ、ここ左は行ったっけ。いや、行ってないよね。宝箱。これは微笑みの杖。なんか殴ると微笑むんだっけ、たまに。デーモンスピリットとか微笑んでほしいな。バーラック一体だけ倒しとこう。効かないとか、メラゾーマ効かないとか、どんだけ大切。しかもベフマスライムとか超厄介なやつ連れてきやがった。寝たし。この1ターン目なんか何もできなかったな。てか全然効かねえわ。目を覚ました。よし、デーモンスピリットはマジで始末しておきたいからな。メランゾーマ効かないとか、まあいいや。おら、死ね。よし、効けば倒せる。あとはお前だけだ、ザコが。まあ、ペホマを使われることなく始末できたんでよかったとしましょう。行き止まり、宝箱、ミミック。しかし今さらミミックが出てきたところで大したことにはならないでしょう。これで終わり。効かない。意外に効かないね。とんでもねえ箱だなあいつは。すげえ、なんかいい宝箱が見えんだけど、あれ取りてー。なんかいろいろバラエティに飛んでんな。フェアリードラゴンからイオラ唱えるか。助けは来なかった。悲しいな。おお、いいね。レッドドラゴン。防御力が弱い。また動く床か。まあ、行くか。ひでー。落とされた。これどこ、階段あるけど、ちょっと下、あっ、結構さっきのとこじゃん。ってことは左から行こう。で、どこだ。じゃあここ、こう戻ってきました。右側ありません。じゃあ左か。メラゾンまで1匹倒そう。レッドドラゴンはね、効くか効かないかで全然違うな。これどうしようかな。一応回復させとくか。ほいで宝箱。
何これ魔人の鎧、すっげえ呪われてそうなんだけど。誰が持ってる、アリナって言ってたっけ。何か危険な匂いがする。ここでホイで階段入って、おお、いいね。金3280円、命の木の実、素早さの種、種ばっかだな。ここで畑でも耕そうとしたのか、デスピサロは。でさっき見えたここに出て、階段あります、からの、ん、なんか落ちてる、不思議な木の実。なんで落っこってんの、こんなところに。あ、なんかそれっぽいところに出てきたね。え、なんか魔人像みたいな、まがまがしい魔人像だ。大魔道来たか。こいつ強えよな、本当に。いいよな、ぜん。しかも早い、先手を取られた。ほら、まあメラゾーマが効いてくれればな。もう一回行こう。パターン魔法って一緒だな。届かないでしょ。ただアリーナが会心を出してくれたおかげで楽に倒せた。おお、なんかかなりぽいとこに出たね。宝箱、なんか木の実が多いな、ここ種とか。うん、向こうの宝箱も欲しいんだよな。ちょっとこの階段を一回降りる。いや、宝箱回収が先。え、ちょっと待って、いけねえじゃん、落ちるのか。そうするとここから落ちよう。おお、いいね。これはミラーシールド、ミネアが持ってたね。受けた呪文のダメージを跳ね返す、ダメージを跳ね返すってことはさ、装備できねえけど。ライアンとかしか装備できねえんだけど。クリフト装備できるじゃん。こいつらさ、今蘇ったらさ、すげえビビるだろうね。え、いつの間に魔界にみたいな。どこで死んだっけこいつら。それってあたりで死んでたからな。ずっと寝てたってことでしょ。よし、到着。こいつは希望の祠、ミカミックス、あなたが来るのをここで待っていました。もう魂だったじゃん。デスピサルは宮殿の周りに結界を張り、そこで進化を続けています。4つの結界を破らぬ限り、不思議な力があなたたちの行く手を阻むことでしょう。まずは結界を破るのです。ミカミックスたちに神のご加護があらんこと。で、回復。ちょっと待って、一応、まあ、セーブはするけど、生き返らないよね、馬車の中のやつら。今ので生き返った可能性があるな。それだけ確認しよう。ちょっと、え、何で強さで見ればいいのか。あ、死んでるわ。さすがにそこまでサービス精神旺盛じゃなかった。この2人レベル1だからな。いや、すげえな。ライアンはね、やっぱりそれなりに強くなったけど、トルニコは8レベル、変わんないけどね。ドラン、いつの間にかドラゴンが仲間になってるからな。読み枯らしてあげようかな。結界破るのはこいつらに任せようかな。まあいいや、ちょっとメダル王の城行きましょう。そろそろ、じゃあちょっとメダル探しをするのもいいかもしれないですね。と、何枚になってるかによるけど、43枚。あ、結構いったな。奇跡の剣やったぜ。でも装備する人がいないぜ。幸せの帽子47枚で豪傑の腕は持ってんですけど、ちょっともう一回道具整理。微笑みの杖とか預からないんだ。で、手に入れたのは幸せの帽子。歩くごとにマジックパワーが回復。今そこまでマジックパワー枯渇しないからな。ただ防御力だけ見よう。あ、増えるわ。何装備してる？金の髪飾りね。
119。あ、両方金の髪飾りか。まあ、金の髪飾りは特殊なあれはなさそうだから、ミネアにしよう。これで、どん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 、魔法を使って回復できるね。ではではでは、ルーラで希望の祠あるね。よし、オッケー。こいつ一回一回何魂になってんの。まあいいや、そんなわけでとりあえず魔界のところに到着しましたので、次回は結界をね破れということなので、結界を破っていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。